ハイスクールチェック富山第一高校1年酒井です。今日は数ある部活動の中から私も所属する演劇部をチェック。演劇部です。どうぞ。演劇部は全部で21人。去年は県大会で最優秀賞を受賞し、県代表として中部日本大会に出場しました。はい、秋の大会に向けてやっています。目指すは全国大会です。部員のみんなで高校生あるあるの話をいっぱい集めて、こういう悩みがあるねよねとか、そんなみんなが共感できることを出しながら一から作ってます。見ている側も高校生がみんなので、結構あーそう確かにってなった時はとても嬉しいです。脚本制作だけでなく、小道具作りもやってるんだよね。そう、さらに照明や音響プランニングなど全てのことを私たちが手作りしています。ねえ、今回のテスト本当にやばかったんだけど。本当にもうマジでやった。え、もしかして赤点？この社会課題6個目。いや、あ、じゃあ1個問題で、うん、今の与党はどこでしょう？今の与党？野党でしょ？自民党だよ。バカじゃない。何の勉強してやろう。そんな頑張っている私たち演劇部ですが、実はこの練習場所である不思議な現象が起きるというのです。それは明日ハイスクールチェック。